はい、こんにちは。今回はですね、こちら誰でもいいから私の話を聞けっていうゲームなんですけども、こちらのゲーム以前実況させていただいたんですけども、今回ですね、アップデートが入りまして、こちら最後の私の話っていうのが追加されたので遊んでいこうかなと思います。というわけで早速行きましょう。ハイムラちゃんの話になるのかな。僕はなんだか今まで長くて悪い夢を見ていたようだった。好きだった白川さんに拒絶され殺してしまったり、僕に自分の好きを伝える素晴らしさを気づかせてくれた人を裏切ってしまった。やっぱりハイムラちゃんの話だよねこれ。本当にいろいろあった気がする。僕の気持ちはずっとこのまま伝えない方がいい。ずっとそう思ってた。だけど黒田くんに僕の本当の気持ちを聞いてもらって、やっぱりこの気持ちは白川さんに伝えた方がいいと思った。今の私なら大丈夫、ちゃんと伝えられる。白川さん、おはよう。すげえちゃんとボイスある。おはよう。あのね、白川さん。ん？これどの世界なんだろう。あれか、最後の話が終わった後だよね多分。初めて白川さんと出会った時、白川さんが私のこと女の子って言ってくれてすごく嬉しかったんだ。私、中学の頃、男女っていじめられてたんだ。そういえばそうだったね、ひどすぎるやつね。人より身長は高いし、短髪だし、性格だってガサツで、女の子らしいところなんてなかった。自分自身も男女だと思った。でも、本当は可愛いものとか、恋とか、そういった女の子っぽいものに憧れてた。だけど私は周りに合わせて自分の好きなものを抑え込んでいた。なるほどな。なんか友達なのかわかんないけど、周りにそういう有効な関係を築く人がいれば、それはそれでなんかめんどくさいんだな。俺いねえからわかんねえけど。そうすることで誰も違和感なく平和に過ごせるんだって思ってた。でも違うんだ。誰もが笑っている中、一人だけ違和感を抱き続けていたんだ。それが私で、その違和感の中、一人途方に暮れていた私に気づいてくれたのが白川さんなんだ。本当にありがとう。あのね、私、白川さんのことが好きだよ。え？それは友達としてでしょ？ね？ごめんね、私の中でもうまく整理できてないんだけど、これは友達としてなのか恋愛としてなのかわからない気持ちなの。わかんねえんだ。まあでもそんなもんかもしれないよね。まあ俺はちょっとこのあたり、わかんないけど。ちょっとね、私はね、もう再三言ってるように、その辺のことあまり理解できねえけど、ねえ。でも、これは特別な好きなんだ。なるほどな。いや、わかんないよね。そのさ、何をもって、じゃあ恋人としての好きなのかって難しくない？一緒にいたいって思ったら、それは友達としての好きなんかい？何？キスとかをしたいって思ったら恋人としての好きなんかい？どうなんだい？わかんなくない？その辺のさ、線引きがわかんなくないっていうので、難しいよね。まあ、俺はそもそもわかんねえんだけど。今まで、白川さんが困るからずっと言うのはやめようって思ってた。でも、ある人が、
私の背中を押してくれたの。堂々と自分の思ったことを周りに流されずに伝えることができる白川さんが好き。私もそうなりたいってずっと思ってた。そうだよ、黒田君は別の世界線ではルシファーたんがどうのこうの言ってたんだしな。きっとこれからも、そう、白川さんは私にとって憧れの存在。あ、ありがとう、話してくれて。正直とても驚いたわ。灰村さんがそんなことを思ってるなんて思ってもいなかったから。好きって言ってくれて嬉しいわ。私、自分の性格があまり好きじゃなかったから。あ、そうなんだ。なんか白川さんは白川さんで抱えてたのか。え、正直に物を言いすぎて周りを傷つけたこともあったりしたから。それは俺にも刺さるからやめて。いや、まあ俺も結構ね、正直に言っちゃうんだよ。わかる。でもまあ傷つけることもあるのかもしれないけど、俺はもう人間性腐ってるから、いや正直に言って傷つくやつが悪いよなって俺は思ってる。傷つくんだったら直せよバーカって。俺人間性が腐ってっから。でも私自身は思ったまま言っただけで、何がいけないのかわからないから余計困るのよね。わ、すげえわかる。今まで白川さんちょっと遠い存在だったけど、めっちゃめちゃ近づいたね。そうなのよね。あの、何が悪いかわかんないんだよ。だってそうやって思ったんだもん。それがそいつのさ、なんかこう地雷、例えばよ、例えばなんかこうダイエットしてる人に、おいお前ってめちゃめちゃ太ってんな、それはいけない、それは言っちゃいけない、わかるよ。でもなんか、あ、そこ気にしてたんだみたいなところとかさあるじゃん、わかりにくい部分で、なんかポロって言っちゃってブチ切れられるみたいな、それがわからない、何が悪かったんだみたいな、今のダメだったのかみたいなさ、わかんないんだよね。いやもう本当に、まあこれは俺も悪いんだとは思うけど、わかんないからわかんねえのよ。だから俺がたどり着いた結論は、いや正直に話して、そのこと言って傷つくやつが悪いよバーカだもん。俺人間性腐ってるからな。そうなの、白川さんでも周りとうまくいかないことあるの？私を超人だと思ってない？思ってた。そんなこと無理に決まってるでしょ。十人十色という言葉がある通り、いろいろな人がいるのよ。考えが合わないことなんてしょっちゅうよ。お互いの考えを理解するのには時間はかかるし、言い合いになって傷つくことだらけよ。でも偉いね、俺はもう面倒くさくなって諦めちゃうからな。あ、面倒くせえなこいつみたいな。なんかそんなくだらないことでいちいちぐちぐち言うんだこいつ、めんどくせえなってなったらもう俺、そっかって急に興味なくすからな。でも傷つくことで相手の弱さや強さを理解して、お互い強くなることができるんじゃないかしら。このメンタルを俺も持ち続けてえけどな。無理なんだよな俺は。だからこそ私は初めて灰村さんに出会った時、灰村さんが無理して周りに合わせていることに気づけたのかもしれない。え、なんかね、私いつの頃だったか大切な人を失って、それで周りからも見放されて孤独だった時があった気がするの。それは別の世界線の話じゃないの？記憶つながってるのか？その時に誰かが私に救いの手を伸ばしてくれた。その人は私の虚勢を張った嘘の姿に気づいてくれたの。
黒田くんじゃないのこれ。いや、すげえな、黒田くん。二人の女の子の未来救ってんじゃん。ヒーローかよ。自分を偽るのって、なかなか難しいのよね。うん。そうだね。ああ、いい笑顔。っていうことがあったの。黒田くんのおかげで、私は白川さんに、ちゃんと自分の気持ちを伝えることができた。誰でもいいから私の話を聞いてほしいって思ってたけど、きっと話を聞いてくれたのが黒田くんだったから。誰でもいいわけじゃなかったんだね。私は自分の気持ちを打ち明けようと思えたんだと思う。僕は話を聞いただけだ。黒田くんかっこいいな。お前よし。そういや黒田くん、漫画は順調かね。え、いや、その完成したら私の友達と一緒に読むんだから、とびっきり面白い漫画描いてよね。友達って、それは白川さんのことでいいんだよね。違う人か。めちゃハードル上げてくる。そうだな、とびっきり面白い漫画書いてやるから待ってろ。うわあやっぱり友達ってすげえいい。タイトルも変わっちゃって。まあ、いや、まあ、ね、この私の話を見るにあたって、まあ最初からやり直したんですけども、エンディングもねちょっと変わってまして、最後に綺麗な一枚絵がねあったりするので、遊んだことがある方もぜひ遊び直してみるのもいいのかもしれませんよ。はい。これは絶対に面白い漫画だよ。めっちゃ笑ってるもん、二人とも。すげえいい笑顔。ずっと見てられますね。はい。というわけで、こちら完全に完結という風になるのでしょうかね。いや、いいですね。はい。ね、補完エンドというかね、ちゃんと後日談もありまして。よかったですね。まあ、個人的には白川さんがだいぶ近づいたね。だいぶ遠い人だったんだけど、だいぶ近くに来ましたね。感覚的にはね。まあ、そうなんだよな。結構はっきり言うっていうかさ、なんか自分がそれで傷つくって思わねえから言っちゃうのよ。思ったことパッて。で、なんか、なんでそんなこと言うのよみたいな。傷つけちゃうんだろうなって思うけど、でも、それを言われても困るのよ。じゃあそんなつもりはないしさ、っていう。でも、まあそういうのが多々あるわけなのよね。で、俺が行き着いた先はもう人間性腐ってるから、いや、ほんまこんなくだらねえこと言われて傷つくやつが悪いよな、バーカっていう。クソみたいな理論にたどり着いたから友達いねえのよ。きっとね。いやでもそうなんだよな、めんどくさくなっちゃうんだよな、なんか、バッて話して、なんかそんなことでいちいちイライラされてさ、なんだこいつみたいなさ。で、そこで、俺が悪かったな、もっと分かり合おうかって思えたらね、いいんだろうけど、俺、もう人間性腐ってっからな。めんどくせえなこいつってなって、興味なくすというかさ、あ、そっか、みたいな感じで、すげえそっけなくなるんだよな。それは良くないですね。はい。というわけで、長々と私ね、くだらない話をしてきましたけども、今回でこちら終了となりますので、よかったらまた次回、別の動画とかでお会いしましょう。それじゃあご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。まあ、いい笑顔だから、よし。